皆さんこんにちは。今回はホワイトクリスマスオーダー引き続き引いていこうかと思うんですけど、この楽園をね、楽園がどうしても欲しいので、ちょっともう一回狙って引いていこうかと思うんですけど、まあたまたまね、ちょっとで、ね、無料オーダーまだ引いてないので、まあ試しにちょっとね引いてみてから、まあ、何これバッックスタスタスタブ、なんかよくわかんない。これは新規かな。まあ鑑定は後で引くか。新規だったら小石が1個もら、あ、小石もらえる。よっしゃ、なんか嬉しいですね。じゃあ、51層、フロアボス迷宮区の編成を教えてっていうコメントあったんですけど、ギルラン期間終わってから、気が向いたらね気が向いたらやります。ちょっと、めんどくさいんで、まあ、気が向いたらやります。まあ、とりあえずね、ステップ5とね、ステップ4と5か、4と5を、追っていこうかと思います。欲しいのはね、槍なんで、まあ、基本的には槍とか、あとフルバービーですね。出たら、まあ、飛ばさずにやっていきたい。このアビリティのね、マークなんですけどね。楽園どうしても欲しいです。あ、4つ光。お、あ、アクセルシリカ、アクセルシリカ。お、やったー、これ超欲しかったやつ。普通に嬉しいんですけど。アクセルアビリティの確かな成長シリカは初期アクセルシリカってやつですね。バトルヒーリング、フルハイバトルヒーリングか、機能がついていて、で睡眠耐性までついているんで、すごくいいんですよね。これね、ずっと欲しかったやつ。マジでありがとうございます。これ本当に欲しかった、これ。睡眠耐性ついてて、しかもハイバトルヒーリングっていうのがめちゃくちゃ良くて、これどうしても欲しかったんですよ。な、こうね、問題はこのステップ5なんですけど、まあ、一番嫌なのは、この上のキリトと、この2番目のリーファと被るっていうのが一番嫌なんですけど、まあ、このね、サチかフルバービー、まあ、一番サチですね、サチが欲しいんですけど、まあ、とりあえずね、引いていこうかと思います。これはアビリティの、マークですけど、マークがないやつがマークなんですけど、まあ、片手コン飛ばすか。他のね、武器種のやつとかね、いいの出るとしてもとりあえずね、飛ばしていこうかと思うんですけど、あ、これも、なんかちょっと雲行きが怪しいけど、まだね、まだ諦めない。まだいける。青の、微妙っていうか、微妙というかゴミというか、これはもう確定枠にかける。フルバービーじゃね、これ。フルバービーかな。いやー、楽園、なんで、楽園欲しかった。演出かっこいい。静かな冬の夜、心が澄んでいくようですわ。これちゃんとボイス入ってていいですよね。フルバービー、これね、まあなんかちょっと前の動画でなんかこれ弱いんじゃねみたいなこと言っちゃったんですけど、この臨機応変後ってやつ、攻撃力 25%、 まあ多分貫突 25% だから、まあスキルレベル80あたりで、まあ、攻撃力 20% 上昇だから別に弱いわけじゃない感じですかね。ちゃんと知識ある人はこれが強いって言うんですけどね。でも嬉しいんだけど、でも確かの成長シリカも得られたし、まあ嬉しいんだけど、この一番欲しい楽園だけ当たんないっていうのはどういうことなんすかね。ふざけんなまして、なんでさマジ、これなんか、これさ、なんでさ欲しいんだけど、これ楽園で、しかもアクセルっていうのが大きいよね。これしかもスイッチめっちゃ溜まるしよ。いやー、これなんで
楽園欲しいんだけど。うわー、うちで、もうやだ。このゲームなんなんマジで。いやまあフルバービー嬉しいんだけどさ、いや嬉しいんだよ、いや嬉しいのよ、全然嬉しいんだけどさ、まあまあいっか。あ、そういえばこれなんか無料オーダーで当たったゴミゴミ、これもゴミだけど当たりました。でさっき当たったこれゴミゴミがね、あ、何げこれタゲ外で 18% か、まあ、まあまあまあいいかもしんないな、もしかしたらわからんけど。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。